この奥で地殻変動があってよ、普通なら70キロも地下にあるはずのモフロビチッチ不連続面がポコーッと顔を出しちまってな。ホモビッチ、モフロビチッチ、まあいいや、とにかくその中で見つかったのが未知の鉱石。ベスパニア鉱石。これ全部そうなのか。いや、こん中から発見されたんだけどな、まったくの偶然だったのよ。偶然？一体その鉱石はどんな力を持ってるんだ。チリピーカーは昭和の頭に分かるように言うと究極のステルス。ステルス？聞いたことあったろ、レーダーに映らねえ戦闘機の話。こいつはそのステルス効果をパーフェクトにしてくれるのよ。電波吸収剤のフェライトも日々進歩してんだけどな、早期発見を困難にするだけで本当に消えちまうわけじゃねえ。じゃあこいつを使えば完全に消えちまうのか。そういうこと。いろんなもんで探してるみてえだけど相手が悪いな。こいつらに反応しねえのがベスパニア鉱石だもんな。なるほど。じゃあ聞くが、お前はその幽霊みたいな石をどうやって見つける気だ。にぃ、ダウジング。おいおい、やったことがあんのかよ。ない。信じる者は藤子ちゃんとダウジング。バカ。